日本ってなんだろうな、こんなに豊かで何の苦労もねえ国で鬱になるってすげえな、もうなんか悲哀だな。直哉さん、うつ病についてどう思いますか、だって。もうどうも思わんよ。そうなんだとしか、だってわかんねえから、俺には。うつ病になったことないからさ。うん、うつ病の人がこうなんですって、ぶっちゃけ言われたってわかんないし。そうなんだとしか思わないから、なんとかならんもんなのって思うぐらいの理解しかできないじゃん。そんなのさ、うつ病の人って大変なんですよって俺がね、なんか高らかに述べたってさ、経験したことねえしさ、わかんねえし、勉強したってさ、感じられないんだから、うん、調べたこといっぱいあるけど、あの脳内物質でこういうものが出て、多量に分泌されていて、そうなんつうの、ダウンの状態がすごく長く続いて、やる気が起きないとか、いろんなこと調べたけど、そんなもんさ、てめえで経験したことねえからさ、俺はうつの人はこうなんです、だからこうするべきですとかさ、言うのおかしいからさ、別にどうも思わないようにしてるよ。そういうもんなんだっていう、仕方ないなっていうふうに思うようにしてます。だから、うん、まあ、治療をするのか、薬を飲むのか、何がいいのかちょっとわかんないけど、まあそういう状況から離れるのか、社会にそのまんまの心の状態ではさ、社会性とかを持ちづらいだろうから、そこから一旦離れて、うん、なんかその状態でも、経済活動、何かゆったりした経済活動ができるようななんか場所とかあったらいいなとか思ったりするけど、そしたらなんか隔離とか言われちゃって辛いのかなとか思うし、それこそ生活保護を受けてのんびり暮らせばとかっていう意見もあるだろうけど、それで果たして本人はハッピーなのかなって思ったりもするし、何するのがいいのかな、なんだろうね。まあ、だから何とも思ってないし、そういう人もいるんだっていう感覚です。俺の同級生とかにもいたんで、うつ病になって、もう20年ぐらい前だけど、もううつ病になって、会社に行けないってなって、もう奥さんも子供もいるんだけど、会社休んでて、で、休んでても会社はそれでクビとかにするわけじゃなく、給料は正規で支払われてて、でもずっと夏休みみたいな感じの仲間いて、で、俺らと遊んでるときはすごい元気なのよ。本当に。バイク仲間でさ、毎日ツーリングとか行ったりさ、大人になってからも一緒に遊んでたりして、で俺らと遊んでるときは全然そんな鬱だなんて思うようなこと一切なくて、もう頭も良かったし、おしゃべりも上手でさ、面白いこと考えられる子で、ね、俺ら大好きで付き合ってたんだけど、でもやっぱり俺らといるときはすごい元気だし奥さんも喜ぶけど、やっぱり家庭に戻るともうこんなになっちゃうんだって言うんだね。うん、だからもう正直わかんないから俺には。だからもう何とも思わないようにしてる。あ、そういう病気があってそういう状況になってしまうんだっていうことしか考えてないです。みんないろいろアドバイスしてくれてんだね、これね。生活保護もらって一回休もうって。ああ、そういうのもいいよね。生活保護ね、仕事したくないって言って、うつだったらね、そうだよな、まあ大変だな、ほんとみんな、なんだろうな、日本ってなんだろうな、こんなに豊かで何の苦労もねえ国で、うつになるってすげえな、もうなんか悲哀だな、人間はやっぱり文化を持ちすぎると弱くなるんかな、何にもないとこの人たちの方が強いんかな、切ねえな、切ねえ。周りにな、なんかな、素敵な出会いとかあったらいいけどな。まあ、別ね。君カエルくんが苦しいと思ってる社会とは全く違う場所がいっぱいあるので、一回そういう世界を見てからでも死ぬの遅くないと思うけどね。